理算最適価値論の8回目の授業になります。ですね、前回まで、線形計画モデリングって話を、まあ、3、4回していたわけですが、ですね、今回から、アルゴリズムの話を、まあ、5回ぐらいやっていくということになります。で、今日やるのは分子限定法という、一番基本的な、基礎的なアルゴリズムになりまして、まあ、これ、がですね、すべて、その整数計画問題を解くときの、大体、基本になります。で、それをご紹介していくという形になります。はい、それでですね、今、動かなかったですね。はい。今、ここまで、これ前回やったということになりますね。で、あと、この、まあ、1、2、3、4、5、6、7と、ぐらい、アルゴリズムの話をしていくということになります。で、まあ、今日その分子限定法っていうのをやることになるんですけども、まず、例でやっていく。アルゴリズムの話、これからやっていきますけども、何回か授業の中で。まず、例でやるということをやって、その例の後に、一般的にこういうふうに、考えますよっていう話をしたいと思います。ちょっとすいません。いいですかね。はい。で、それでやっていきます。じゃあ、まずその例をやります。で、例はですね、前回までも出てきている、ナップサック問題の例なんですけども、まあ、こういうものだったと。何だったかというと、まあ、商品がいくつかあって、それぞれその商品に、収入と重さが決められていると。で、ナップサックには重量制限があって、その重量制限を守って、小収入を最大化していっている問題でした。で、これはその01な、01整数計画問題として、モデリングできる、定式化できるって話を、まあ、したということになります。で、実際どんな感じでやったかっていうと、こんな感じでしたと。何だったかっていうと、まあ、ここに、X1、X2、X3、X4 っていう、変数があるんですけども、まあ、これはその、1番目の商品、2番目の商品、3番目の商品、4番目の商品を、ナップサックに入れるか入れないかってことを表す変数でした。1だったら入れる、0だったら入れないと。いうことですね。で、その時に、ここに書いてある、その最大化したい目的っていうのが、収入の終わりになります。ね、この3412っていうのが、ここの係数に出てきているということですね。それで、ここに書いてある一つ、こう制約があるんですけども、不等式制約があるんですけども、これは、この重さに対応していると。その重量制限守らなくちゃいけませんよっていう制約です。右辺の4というのが、このナップサックの重量制限4になっているということですね。で、各変数は0か1の値を取るということになります。よろしいでしょうか。で、ちょっと今後ですね、この問題、整数計画問題は4つ変数があるので、まあ、この P っていうのが整数計画問題であることを表しているとして、その4つの変数がありますよと、X1、X2、X3、X4 とありますよっていうふうに、まあ、書いているというふうに思ってください。で、このような書き方を今後していくと、今日はしていくというふうに思ってください。はい。で、どんな感じで解くのかっていうと、まあ、基本的な考え方です。各変数の値を0から1に決めます。で、そうすると、次のどちらかが得られます。許容解が得られるか、非許容解が得られるか、どっちか。当たり前のこと言ってますけどね。X1、X2、X3、X4 も0から1に決めます。全部。で、そうすると、許容解か非許容解が得られます。で、最適解は、そういうふうに決めた値の割り当ての中で、許容解になるものを全部見て、その中で目的関数が最も大きいものっていうのを取ってくるということをすればよいということになります。で、実際に書いてみましたと。で、これはどういう図かというと、変数がですね、これ今4つあると。で、例えば、今、この一番根にあるところ、初めのところ、これは上から下に順番にこう見ていくんですけども、上から下に順番に見ていくんですけども、まずこの X1 という、変数が0になるか1になるかで、これ場合分けをしますと。で、まあ、左側の部分。これはその、X1 が0になっているところで、さらに場合分けしていきましょうってことを書こうとしていると思ってください。で、右側は、X1 が1であるという状況で、さらに場合分けしていこうということを考えているというふうに思ってください。で、次に、じゃあ、X2 っていう変数の値を0か1に決めましょうということをすると。だから、この左側の方では、この X2 を0と決めるということは、これ何を言ってるかっていうと、X1 を0にして、かつ X2 を0にすると。そうすると、まあ、この状態に至るというふうに、まあ、思うというふうに考えてください。で、例えば、まあ、X1 を1にして、X2 を0にするっていうのは、1、0っていうふうに、まあ、この木をこう降りていくというようなイメージを持ってください。ということになります。で、同じように、X3 を0か1にする、X4 を0か1にする。とすると、すべての変数に対して値が0か1決まると
ということになります。で、そうするとですね、この木の一番こう終端の部分、葉と言ったりしますけども、その部分まで行き着くことになります。で、そうすると今ですね、この全ての変数に値が割り当てられていますので、そのような値の割り当て方について、その、割り当てがですね、この問題、今書いているこの整数計画問題の許容解になるのか、非許容解になるのか、ということが決まります。で、今この×と書いてある部分ありますけども、これは非許容解であるということを表していると思ってください。×は非許容解。非許容解を表していると思ってください。だから例えば、すべての、値を1にする。つまり、すべての商品を、ナップサックに詰め込もうと思っても、重量制限守られないから詰め込めない。非許容であるというようなイメージ。イメージというか、そういうことです。で、こう数値が書いてあるところ、これは、許容解であることを意味していて、その時の目的関数の値が数値として書いてあると思ってください。こんな感じです。例えば、1010っていうのは、商品1と3だけは詰め込むけども、他は詰め込まないということです。で、そうすると、それは、まあ、許容解、詰め込み可能で、その時の、収入の和というのは4になるというふうに思ってくださいと。で、そうすると、今この、問題を解くというのはどういうことになるかっていうと、許容解の中で目的関数の値が一番大きいものを見つけましょうと言ってるんで、この02、すいません。コントロールが上がってきてしまった。見えないですね。コントロールが上がってしまって見えないんですけど、0、2、1、3、4、5、3、4っていう、8個値があって、このコントロール下げたいんですけどね。これ待ってれば下がるのかな？待ってれば下がらない気がするんですよね。何すると下がるんですか？これなんか、余計クリックすると余計下がらない気がするんですよね。どうすればいいかな？こういう時はですね。小さくするっていう。ですね。これで、今この、ちょっとすいません。教室の人見にくいかもしれませんけども、この02134534と、こう、ちょっともうすぐ大きくならないかな。ああ、ダメですね。ちょっとすいません。ちょっとこれどうやったら消えるのかな。消える方法をご存知の方いたらちょっと教えてほしいんですけども。あ、消えるってこの、下のリボンですね。さっきまで消えてたんですけど、今ちょっとこの近くをクリックしたら出てきてしまったって感じですね。まあいいや。で、それでですね、この一番大きい5っていうのを選ぶってことになります。で、5を選ぶと、今これ5を選んだ状況をお見せしてるつもりなんですけども、隠れていて見えない。だから、これは、ちょっとこれを。ちょっとね。あ、消えましたね。なんか消えたのかどうかそれはわかんないですけども、今、じゃあ見えましたので、これでよろしいと。5っていうのを選ぶということになります。で、これはつまり最適値であって、選び方ですね。変数に対しては0、1、0、すいません。0、1、1、0ですね。だから、X2、X3 を1にして、X1、X2 も0とするというのが最適解であるというのがわかるという形になります。で、これがその、場合分けをしている様子を表している、まあ、木なんですけども、で、これはですね、この全部の割り当ての方法を考えているわけです。今、4つ変数があって、各変数の取り得る値2つ、0か1という形になっているので、これは2の4乗通りの場合分けをしているということになります。2の4乗通りの場合分けをしている。で、これは、まあ、2の4乗だったら、これ16かな。なので、まあ、こういう図書いて大丈夫かなと思うんですけども、我々が解きたい問題はもっと変数の数が多いので、こういうことをしていたらですね、大変なんです。で、だから、考え方としてはですね、これをもう少し賢くやりたいということを考えます。で、どう賢くやるか。例えばですね、今、X1 と X2 を1とした、この状況、ここを考えます。で、この状況で何が言えるかっていうと、実はもうこの後どう頑張っても、非許容解しか出てきません。ということがわかります。なぜか。今ですね、X1 と X2 に1を入れるとですね、ここ今その、ここの部分がですね、X1、X2 の部分がこれ今1になっているというふうにこう見てほしいんですけども、先ほどこの 3X1 だったところはこれ3になるわけです。X1 が1だから。で、先ほどこれ 4X2 って書いてあったところはこれは4になるわけです。X2 が1だから。で、下のところ、この 2x1 プラス 3x2 の部分が2プラス3になります。x1 と x2 を1にすると。で、そうするとですね、この左辺の方はもうこの時点でですね、5以上になるってことがわかるわけです。あ、今書きたかったんだけど、書けなかったです。これ5以上です。プラス3、5だから。で、x3 と、ここはで見ると、何かの式が5以上であり、4以下であるっていう。ことが書かれていて、これはですね、ありえないわけです。つまり、このような、不等式を満たす X3 と X4 存在しません。だから、
このような形、つまり X1 と X2 を、1に割り当てた時点で、もうこの後、その後ずっと何を頑張ってもですね、非許容会社出てこないということがわかります。ということは、この時点でもう、この、まあ、探索を打ち切るっていうふうに言うことがありますけども、それを行ってよいと、この下も考えなくてよい。で実際に先ほどの図見てみると、確かにこの下全部バスだったなと。で、今言った考察合っているということですね。この例では。っていう感じで、賢くですね、この探索しなくてもいい部分をどん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 見つけていって、そこはもう探索しないようにしましょうと。で、そうすると、先ほどは2の4乗通り考えていたんだけども、この場合はですね、8プラス5で13通りとかですね、こんな感じになるわけです。で、まぁ、ちょっと減る。で、まぁ、ちょっとっていうのが、今はですね、この、ちょっとしか、16から13にしか減ってないから、あんまり減ってないように見えるんだけども、これはですね、非常に重要な考え方で、まあ、こういうことを賢くやっていくことで、できる限り探索する範囲を狭めていきましょうっていうふうに考えるのが分子限定法の基本的な考え方です。で、これをやっていきます。で、どういうふうにやるのかっていうと、まず名前からご紹介すると、名前をご紹介したかったんだけども、違う。そうですね。今なんか、すいません。ちょっと、変なものが混ざってましたけども、よくって、待ってください。これなんかあったのかな？ちょっと待ってくださいね。なんかあったのか、それともちょっと、変なページが挟まってしまったのかっていうことの区別が、やっぱりなんかありますよね。で、表示されない。ちょっとすいません。これはですね、トラブルで、これは重要な部分なので、お見せする必要があるんですけども、じゃあちょっと一旦すいませんね。なんかトラブルが多くてすいません。一旦切ってもう一回開くってことをしますね。そもそも切れない。切れた。で、すいません。この部分、後で動画の時に切るのかな、ちょっとわかんないんですけどね。すいません。あ、クリックができない。クラックじゃなくてクリックですけど。で、もう一回開いて、ちょっとすいませんね。先ほど見せたかったところまで行きたいんですけども。あ、出てました。よかった。これをお見せしたかった。すいません。ですね、これでその、名前があって、この場合分けをする。ところ、これをですね、分子操作と言います。分子です。分子操作です。で、分子なんだけども、だから、これ分子っていう漢字は枝に分ける。なので、この分子でもないですし、よく書きますよ。なんか、分岐操作っていう風に書くことが、人いますけども、それも違うと。分子操作です。分子操作。枝分かれさせると。で、このもうこれ以上探索しなくていいでしょっていう打ち切る。操作のことをこれ限定操作っていうふうに言ったりします。バウンディングって言ったりします。で、この分子限定法っていうのは、この分子操作と限定操作っていうのを、まあ、繰り返すことによって、整数計画問題、あるいは、まあ、もっと一般的に、問題解決をする手法であるというふうに考えられるというか、まあ、そういうふうなものだというふうになります。で、実際書きますと、こんな感じだと。分子限定法っていうのは何かというと、次の二つを繰り返しますと。先ほど言った分子操作。つまり、解くべき問題を分割するっていう操作です。まあ、これ、場合分けになりますね、つまりね。と、限定操作。解が、解かなくていい問題を無視するっていう部分です。で、これをですね、よく枝刈りと言ったりします。枝刈り、枝刈りと言ったりします。よくですね、枝刈りをですね、この狩りで書く人いるんですけど、これも多分ね、正しくないと思うんですよね。枝、これ狩らないですよね。枝を狩猟に行くわけじゃないですから。まあ、獣を狩るんだったらこの感じだと思いますけども、枝なんで、こっちの狩りですね。という漢字を使うと思います。まあ、それ細かいことで。で、これをまあ、うまく繰り返すということが、この分子限定法の基本的なアイデアで、今からご紹介したいものになるということになります。で、今ですね、この整数計画問題を解くという文脈においては、この限定操作をどのように行うのかということが非常に重要なんですが、ここでですね、線形計画緩和を上手に使うというのがポイントになります。で、これがですね、やっぱりこの数理計画法というか、最適化、数理最適化における非常にこの、重要な視点であって、この線形計画緩和とかですね、より一般的にこの緩和問題と呼ばれるようなものがあるんですけども、これをうまく使うというのが非常に重要になってきます。で、今考えているナップサック問題についてはどんな感じだったかというと、上が元々のナップサック問題の、定式化、モデリングですね。それに対して、この線形計画緩和をしたものを今、ここでは R というふうに今後書くことにしていきますが、それは何をするんだったかっていうと、各変数の値が0か1しか取れないという制約が0以上1以下という形になりますというのが、線形計画緩和を行うという操作でした。で、まあ、この下の問題は線形計画問題なわけです。だからこちら側は、まあ、簡単に解けるというふうに言ってよいと。
ちょっとそれは言い過ぎかもしれませんけども、まあ、先ほどのその分子限定法のような手法を使わなくても、まあ、別の方法でうまく解けるというふうに思ってください。で、まあ、上の、で、それを使って上の方のまあ難しい問題を解きましょうってことを今からやっていくわけです。で、その時に分子限定法のような考え方をするんですけども、実はですね、ナップサック問題のこの線形計画緩和問題っていうのは、皆さんが想像する以上に簡単に解けます。で、どんな感じか。これは、簡単に解けるんですけども、なんでかっていうとですね、これ先ほどの、これ今状況ですね。これ線形計画緩和問題ですけども、もともとはですね、こんな感じだったと。その、収入が今この、四角のですね、面積で表されているとして、この幅が重さを表せるとして、で、この4っていうこの幅、これがそのナップサックの重量線形に対応しているというふうに思うわけですね。で、まあ、この横幅いっぱいにできるだけ限りこっち側のものを詰めたいっていうのが、詰め込みたいというのが、もともとのナップサック問題だったんですけども、線形計画、その線形計画緩和においては、その詰め込むというのが、全部詰め込むか、全然詰め込まないかっていう、その0、1を選択だったものが、0以上1以下に変わってるわけです。線形計画緩和においては。で、これは、この、詰め込むっていう文脈においては何を意味するかっていうと、一つのアイテム、商品を部分的に詰め込んでもいいですよってことを意味しているというふうに思ってください。例えば、今、この、一番右のですね、アイテム、これは幅が3あるんですけども、これを半分だけ詰め込む。ってことを許しても良いというのが、ここの部分のその線形計画緩和の意味だと思うわけですね。で、半分だけ詰め込むというのは何かっていうと、ここで言うと、この幅をですね、半分にして高さはそのまんま。で、そうすると、収入は半分なんですけども、それをこっちに持っていくというようなことが許されるような問題であるというふうに思ってほしいわけです。この線形計画緩和というのは。いいですか？で、そうすると、そのような状況でできる限り、ここに書いてあるものの、面積を大きくするように、ここに入れたいと。それを部分的に積み込むことを許すとして。で、そうするんだったら、この高さの高いものからですね、順番に入れていった方が得なわけです。どんな感じかっていうと、まあ、こんな感じです。こんな感じで、まあ、はじめに一番高さが高い、この一番左の、ものを積み込みましょうと。で、こんな感じになると。で、次に高さが高い、この二つ目の商品、これ詰め込みましょうと。で、そうするとこれははみ出ます。だから全部は詰め込めないわけです、これは。だけども、先ほど言った通り、これ部分的に詰め込んでいいので、実際に詰め込むのは、この二番目の商品の、この三分の二の、部分だけ。これを入れることは、この線形計画緩和においては許されるわけです。いいですか？で、そうすると、今この黄色い部分、ここの部分がこの詰め込まれた部分、このになりまして、その面積は今これ3分の17になります。実際この、2番目の商品は、3分の2だけこれ詰め込まれていることになって、それはですね、この X2 という、変数をですね、3分の2に設定するということに対応します。で、3分の2というのは0と1の間に入っている実数なので、これは許されるということになります。いいですか？で、さっき言ったみたいに、この今、この黄色く塗ってる部分の面積をできるだけ大きくするように、この部分的な積み込みも許して入れていきたい。ってことをするんだから、この高さが高いものから順番に入れていくと良いでしょうということに、まあ、直感的にはそれが正しいということはわかると思います。で、これは正しいことは本当はちゃんと証明しなくてはいけないことなんですけども、まあ、ここでは正しいということは認めてください。はい。まあ、いろんな方法でこれ証明できます。けども、だからここではこの高さの大きいものから順番に選んでいって、最終的にこのなんか部分的なものが出てきたら、そこは、部分的に詰め込めるだけ詰め込むということをすると。ということをすると、この線形計画緩和の最適解が求まりますということになります。で、まあこれを使って、今から行う分子限定法の例では、線形計画緩和をどんどん解いていくということをします。ここまでいいでしょうか？はい。ではですね。あ、そうか。で、一つ言っとくの、重要なこと言っとかなくちゃいけなかったんですけども、この線形計画緩和が簡単に解けるっていうのは、今これナップサック問題を考えてるから、簡単に解けると言ってるだけであって、一般的に、整数計画問題があって、その線形計画緩和が、これほど簡単に解けるとは、言えません。だからこれはそのナップサック問題に特有の話を今ちょっとしたというふうに思ってください。で、それは今から例をやっていくので、そういうふうにしたということで、捉えてください。はい。ではですね、今までの準備を使って、実際に先ほどの例で挙げたナップサック問題を分子限定法を使って解くという、まず例をやっていきます。一般論のアルゴリズムを説明しないのに例をやるっていう、こういう順番を私は取るんですけども、まず例で説明するということをします。で、先ほど言った通り、今解きたい問題、これ左側の問題です。これが今解きたい線形計画
すいません、整数計画問題です。で、右側がその、線形計画緩和ですね。で、何をするかというと、とりあえずですね、線形計画緩和問題を解きます。で、解くと、先ほど言った通り、その最適解と最適値が出てくると。まあ、こんな感じになります。で、この時点でですね、もうすでにですね、この元々解きたかった整数計画問題に対するいろんな情報が得られます。で、それはですね、第4回の授業と言われている番号のところで、線形計画緩和というのを、導入した時の、ここで紹介したいろいろな性質を思い出すと分かるという感じになります。で、何だったかというと、まあ、一つはですね、これですね。この二つ、整数計画問題とそれの線形計画緩和を見たときに、共に最適解が存在するんだったら、P の最適値は R の最適値以下です。ですね、この第4回の授業のときには、ここの部分、最小化問題の話で書いていたんですけども、ここ今最大化問題考えているので、その最小化問題を、考えていたときの不等号の向きと、ここでは逆の向きの不等号が出てきてますけども、それは、最大化問題を考えているからだというふうに思ってください。で、つまりですね、今、この、左側じゃなくて右側の線形計画緩和を解いたんですけども、その最適値を見ると、それよりも左側の、問題の最適値は、以下である。ちょっと日本語変ですね。まあ、P の最適、左の最適値が右の最適値以下であるということはわかります。ということで、こんな感じの図が書けます。今ですね、この右、左の問題を解きたいんですけども、じゃあ、この左の問題の最適値っていうのはどこにあるんだろうっていうことを、この数直線上にですね、書こうとすると。こういうふうに思います。で、そうすると先ほどの、性質から、その最適値は、この右側の線形計画緩和。すいません。すぐに言います、言いますね。線形計画緩和の最適値以下である。ってことがわかるわけです。だから、この左の問題の最適値っていうのは、この3分の17以下の領域というか区間にある。ということがわかります。いいですか？一方でですね、今この左の問題、元々のこの整数計画問題において、すべての変数に0を割り当てたもの。これは、許容解になります。ナップサックのイメージで言うと、ナップサックに何も詰め込んでいないっていう状態。それは、許される状態なので、それは、許容解になるわけです。で、そういうその、まあ、簡単な許容解をはじめに一つ見つけてきます。これ実は割と重要なんですけども、まあ、一つその許容解を何でもいいから見つけてきます。で、それをですね、暫定解と呼びます。これは、割とですね、数理最適化の、なんて言えばいいんだろうな。専門用語というか、術語で、よく使われるんですけども、なんか一般的にはあんまり浸透しない言葉です。まあ、英語でインカムベントと言ったりしますけども、まあ、その暫定解っていうのを一つ作ります。だから暫定解っていうのは、何でもいいから許容解だと思ってください。で、そうすると、今、許容解として、これ0000っていう解があると、その時の、目的関数値っていうのはこれ0になります。そうすると、最適解というのは、この今0000を入れた、値0以上になるはずなので、この最適値ですね。この最適値っていうのは、つまり0以上3分の17以下という、この区間の中のどこかに存在しているんだってことがわかります。ということが、今この線形計画緩和を解くこと、および暫定解を一つ作ることからわかるということになります。で、基本的にやっていきたいことは、この区間をですね、狭くする。で、この狭くなって、この、まあ、これ、下界と呼んでいるものと上界と呼んでいるものが一致したら、そこで最適値はピッタッとわかる。ってことが理想です。が、まあ、その理想的なことはあんまり起きなくって、で、ここでですね、何をするかというと、今は、これは、ま、その準備段階でこういう情報が今得られてますよってことだけを言ってるってことになります。今日します。つまり分子操作をします。で、分子操作の仕方はいろいろあって、先ほどのようにですね、まあ、順番に変数を見ていって、その変数の値を0の場合と1の場合で分けるっていうふうにするんですけども、よくですね、この線形計画緩和を使う手法においては、この線形計画緩和の最適解を見て、その最適解が整数になっていない変数に着目するってことをします。で、この場合そのような変数が X2 です。で、X2、今これ X2 に3分の2が割り当てられてるんですけども、この X2 の値を0にするか1にするかっていうことの場合分けを行うっていうことをよくするという経験則があります。ので、その経験則に従って、今 X2 を0か1にするという場合分けを行います。で、それが初めに行う分子操作になります。で、やってみます。
こんな感じになります。今、X2 が、0でも1でもない、整数でなかったので、その分子操作としては、もともと一番初めにあった解きたい問題の状況から、X2 を0にした問題と、X2 を1にした問題に分けましょうと。いうことをします。で、やりたいのは何かっていうと、X2 を0にした問題の最適値と、X2 を1にした問題の最適値を得ようとします。で、それで、その2つの問題の最適値の良い方が全体の最適値ですよ、っていうようなことで考えたいということになります。それは、いわゆるその場合分けの思想に則っているわけです。ということなので、今はやりたいのは、その X2 を0にした問題と X2 を1にした問題を別々に解いていくということをします。じゃあ、まずですね、その X2 を0にした問題っていうのを見てみて、それを解きましょうということをします。今、この赤丸で書いたのは、今ここの、状況を見てますよってことを表すと思ってください。はい。で、X2 を0にしたので、ここの部分ですね、先ほどの X2 のところが今これ0になってます。で、そうすると、これもともとですね、この、目的関数も、制約にも X2 っていうのが入っていたんだけども、それを0にすると、この目的関数や、制約がこれ変わるわけです。よろしいですか？先ほどは、目的関数は 3x1 プラス 4x2 プラス何とかっていうふうになってたんだけども、この x2 を0にすると、この 4x2 これ消えます。下の制約のこの 3x2 もこれ消えます。で、消えた状況を書いたのがここです。よろしいですか？で、これも、整数計画問題なので、これ緩和問題考えられます。で、これ右に書いてます。だからこれは、その X2 を0にした問題の緩和問題という形になってるわけです。いいですか？で、これは実は、緩和問題に対して X2 を0にしたものと同じです。違いわかりますかね？先に X2 を0にして、緩和問題を作ることによって得られる問題と、先に、前のページも、先に緩和問題を作って、その緩和問題において X2 を0にした問題。まあ、これ、同じ問題になります。だから、その二つの操作は、まあ、過干って言うと、ちょっと言い過ぎかもしれませんけども、まあ、その、どちらを先に行っても構わないということになります。まあ、いずれにせよ、この、線形計画問題が得られます。で、これはですね、実は、また何を意味するかっていうとですね、この右の問題見ると、これは何かっていうと、X2 を0にしてるので、もうこの、二番目の商品は使いません。っていうことを決めた、ナップサック問題だと見えるわけです。書きましょうかね。商品2を使わないと決めたナップサック問題。だからそれはどういうことかっていうと、もう初めから商品2がなかったっていうふうに思ってしまっていいわけです。だからこれ自身もナップサック問題です。だから、その、線形計画緩和も、ナップサック問題の線形計画緩和、なので、先ほど言ったその簡単に解ける方法で解けるわけです。で、実際に解くと、その、手順はやりませんけども、X1 は1、X3 が1、X4 が3分の1っていう最適解が得られます。で、そうするとですね、何がわかるかっていうと、この X4 っていうのが、整数ではない、変数。なので、分子操作を行うということが次に行うことになります。で、それを行います。ですね。だから次は X4 が0か1かでこれ倍分けするということになります。よろしいですか？じゃあ、またこの X4 が0の場合、こちらを見ましょう。そうするとそれは、つまり X2 が0で X4 が0っていう2つの変数が0であるということが決まっている問題になります。で、それは次のページです。これですね。X2 が0、X4 が0ってこういう問題になっていると。でそうすると、まあ、先ほどの初めの問題の X2、X4 を0とした問題がこうできます。できます。で、これの、線形計画緩和問題が右側にあると。こういう感じになっています。よろしいですか？で、この線形計画緩和問題を解くとどうなるかっていうと、先ほどの、同じように、これナップサック問題の線形計画緩和なので簡単に解きます。で、簡単に解くと、X1 と X3 が共に1。となるような、最適解が得られて、その時の最適値が4になるということがわかります。で、ここでですね、何かが起こるんです。何が起こるかっていうと、この最適解の中に、整数を取る変数、整数じゃない値を取る変数が存在しません。X1 も整数1、X3 も整数1という値を取るという形になっています。で、ここでですね、線形計画緩和問題の性質を思い出す。ってことをします。で、どんな性質を思い出すかっていうと、こんな性質を思い出します。何だったかっていうと、
P と R、もともとの、線形、整数計画問題とその線形計画緩和に最適解が存在して、で、この、R、この線形計画緩和の最適解の全ての成分が整数である。とすると、その、解ですね、線形計画緩和の最適解っていうのは実は元の問題の最適解ですという性質がありました。つまりですね、何を言ってるかっていうと、今ですね、この左側じゃ右側の問題を解いたら、最適解が、すべての成分、整数であるものが見つかったということから、この性質を使うと、これによってですね、左側の問題の最適解も分かりましたっていう形になります。つまり、これが最適解。同じものですね。つまり、X1 を1、X3 を1としたものっていうのが、ここに書いてあるこの問題の最適解です。これは何を意味してるんでしょうかってことが、まず二つあります。で、二つのうちのどっちを先に言うかちょっとわかんないんですけども、何かっていうと、まずですね、これは、X1 を1、X2 を0、X3 を1、X4 を0とすると、もともと解きたかった問題の許容解が見つかったということになります。あ、それがもともとの問題の許容解であるということを意味しています。で、その、その許容解の目的関数値が4であって、今まで持っていた暫定解の目的関数値よりも大きいので、ここで暫定解を更新します。何かというと、今まで持っていた暫定解よりも良い目的関数値の許容解が見つかったら、その良い許容解を持つ許容解を新しい暫定解とします。いいですか？で、そうすると、もともとですね、このスケールが、数直線があったんですけども、もともとのこの範囲が0から3分の17の間に、最適値がありますよって言っていたのが、4から3分の17に狭まるわけです。で、先ほど言ってた通り、これ狭くしていきたいっていう目標があったわけなので、それがですね、こうだんだん達成されようとしているということがわかるわけです。ここまでいいですか？新しい許容解で今まで持っている暫定解よりも良い許容解が見つかった。ここで言ってる良いっていうのは目的関数値が大きいという意味です。なぜかっていうと、今は最大化問題を解こうとしてるからですね。で、そのようにして暫定化の更新が行われます、まず。次に行われること。今ですね、この場合分けをしていたんですけども、ここの状況ですね、X2、X4 が共に0であるところの状況において、最適化が見つかったわけです。つまり、この中、まだこの後、その場合分けをしていくことがあるかもしれませんけども、その場合分けしていっても、この4という値よりも良い値を持つ許容解はもう見つかりません。これ最適解なんだから、この時点で。この時点の。だから、もうこの下は見つけ、探索していく必要がありません。ということで、ここで限定が行われます。ここでそのバウンディングが行われます。限定されます。で、文章を停止します。いいですか？今やってたのは、この、枝分かれしていって、それぞれの状況の最適解を見つけたいっていうふうに言っていたわけなので、それが達成されたから、もうこの左側のところはこれもう打ち切り、おしまいと、いうことになるわけです。いいですか？で、こんな感じで、今ですね、この整数計画問題の線形計画緩和を使うことによって、うまく、この、バウンディング、限定ができるって形になっているというのが、その仕組みとして重要なポイントになります。よろしいですか？はい。で、今ですね、この X2、X4 を0とする場合の最適解見つかったので、ここはもう打ち切って、じゃあ次は、じゃあ、X4 を1とする場合、こちらを考えましょうということになります。で、ここですね。で、そうすると、今、X2 は0で、X4 が1の場合の問題ができると、ということになります。で、それの線形計画緩和は右側です。で、これ解きます。で、解くと、どうなるかっていうと、まあ、これも先ほどの、簡単に解く方法っていうのを使うと、実は X1 が2分の1、X3 が0っていうのが最適解になって、最適値が2分の7になるというのが、こちらの線形計画緩和に関する情報として得られます。で、ここでですね、また何かが起きます。何が起きるんでしょうとですね。今ですね、解きたい問題っていうのは、ここの状況ですね。その X2 を0、X4 を1とした状況における最適解は何でしょうということが知りたかったっていうふうに言ってました。が、今ですね、この右側の、問題の、右側はですね、線形計画緩和ですけども、その最適値がこれ2分の7だったと分かったという情報から何かが言えます。で、何が言えるかっていうと、ですね、何かというと、こういう性質が、下に書いてある性質、これがですね、線形計画緩和にありました。で、何だったかというと、これも最大化問題の場合ですけども、共に、この P と R に最適値が存在するんだったら、P の最適値は R の最適値以下である。これは、初めにご紹介した、性質ですね。で、そうすると、このこと、
から、今ですね、右側の問題をこの性質に当てはめると、左側の問題の性質は2分の7以下だということがわかります。これ書いただけですね。そうするとですね、今この数直線において、この今考えているこの整数計画問題の最適値っていうのはどこにあるのかっていうことを書き示すと、ここら辺にあるってことがあります。2分の7っていうのはここです。4よりも小さいです。2分の7はこれ 3.5 ですから、4よりも小さいです。で、そうするとこの PX10X31 の最適値っていうのは、この2分の7よりもまあ左側にあるってことになるわけです。で、そうすると、これは全体の最適値が位置する4以上3分の17の間に収まっていません。何を言ってるかっていうと、PX10X31 っていう問題、この左側の問題ですね。これを解いて最適値を得たとしても、全体の最適値は得られないっていうことがこの時点で分かるってことになります。ですか？もう一度言いますね。この今解いてる問題、PX10X31 の最適値は、この2分の7よりも左側にあることが、この線形計画緩和から分かりました。一方、全体の最適値は、この青いところになくちゃいけないんだから、この PX10X31 って今この考えている場合分けの状況から出てくる最適値は、全体の最適値にはなり得ません。ってことは、もうこの段階で、この後の探索は打ち切っても構わないということになります。そこには最適解がないんだから。ということで、打ち切ります。ですか？もうこの後どんだけ頑張っても良い解は得られないというのが分かっているので、ここで文章を停止します。という形で、線形計画緩和を使うということができます。よろしいですか？よろしいですか？ということは、今ですね、この左側の部分、もうこの部分、これ探索終わりましたということになります。じゃあ、あとは、じゃあ、この X2 が1の方、こっち側やっていきましょうということになります。やっていきます。じゃあ、ここですね、X2 を1とした問題を考えます。これだから、X1、X3、X4 ですね。こういう問題ですね。で、今これ作りました。で、同じように、線形計画緩和は右に書いてます。で、これまた、これまた、ナップサック問題になってます。なんでかっていうと、今この左側の問題、これどういう問題かっていうと、この、4X2 だったところの X2 を1にしてますから、これは、その、商品2っていうのを詰め込むってことを決めた中でのナップサック問題っていう形になってるわけです。だから、そもそもそのナップサックの中に商品2がもう入ってる状態を考えてくださいと。でそうすると、今ここにもその3という重さはもうすでにこうかかってきてしまっていて、元々のナップサックの重量積4ですから、残り1の部分を使ってうまく詰め込みましょうっていう、そういう問題になってるわけです。いいですか？ということなので、これ自身もナップサック問題なわけです。ということなので、そのナップサック問題の線形計画緩和は先ほど言った通りの形で簡単に解けます。で、解くと、X1 が2分の1、X3、X4 が0という形の最適解が出てきます。で、これ最適解は2分の11です。で、そうすると、ここでは先ほど言っていたようなことは何も起きなくって、まあ、この、X1 が非整数なので、この X1 を0か1かの場合分けをして、進めると、分子をするということになります。で、分子をします。だから、X1 が0の場合と、X1 が1の場合という形で分けます。で、一つここで注意があって、一番初めにですね、その16通りの場合分けをしたときには、初めの分子で、左に行っても右に行っても、X1 を、左に行くのは X0 が、左に行ったら、X1 が0。右に行ったら、X1 が1。というふうにして、二番目の段では、この二つに分かれたところ、どちらにおいても、X2 っていう、という変数を左に行ったら0。右に行ったら1っていう風に変えていたんですけども、今この分子限定法においては、この左の方では X4 で場合分け、右の方では X1 で場合分けっていう風な形で、その左の枝分かれと右の枝分かれで違う変数に着目して場合分けをしてもこれ構わないっていうのは、初めの図の作り方とちょっと違うので、その部分は注意してください。もちろんですね、初めの図の作り方においても、各状態において、どの変数で場合分けをするっていう、ことに関しては自由度が実はあったんだけども、先ほどはその説明の都合上そうしなかっただけです。だから、まあ、このように、その、状態によってどの変数に着目して場合分けをするのかってことは、その都度決められて、その自由度をここではうまく使っているということになります。で、今のちょっとした余談なんですけども、まあ、ちょっとした余談なんだけども、重要なことで、ここでは X1 を0、X1 を1で場合分けするということにします。ではですね、じゃあ X1 が0の方を見ていきます。ここですね。で、今は、だから、X2 が1、X1 が0という状況ですね。だから、0、1、X3、X4 って、こういう問題を考えると思います。
で、これは、1番目の商品は詰めない。2番目の商品は詰めるってことを決めたようなナップサック問題になっているということになります。で、それの線形計画緩和が2の問題です。で、これもナップサック問題の線形計画緩和なので、これ解けると。で、解きますと。で、解くとどうなるかというと、X3 が1、X4 が0という最適化が出てきます。で、これは、非整数の成分を持たないような線形計画問題の最適解なので、これは元の問題の最適解になりますというのが先ほどの性質でした。これですね。この右側の問題の最適解が全て成分、整数を持つときには、それは左側の問題の最適解ですという性質でした。ということで、これによって左側の問題が解けましたということになります。よろしいですか？で、これは最適値、これ5です。ということで、つまり何かっていうと、元々の問題において、0、1、1、0という値を変数に割り当てた、許容解が見つかったということになります。で、この5という目的関数値は、今持っている暫定解の目的関数値4よりも大きい、つまり良いので、ここで暫定解の方針が行われます。入る範囲というのが5以上3分の10ないかというと、またこれ狭くなるということになります。いいですか？で、これ新しい暫定解とします。で、これによって左側の問題の最適解分かったので、ここでもう分子は打ち切ります。この下の部分に、この今見つかった解よりもいい解はもうないということが分かってますから、これ打ち切りますと。いいですか？じゃあ、そうすると、じゃあ、あと次、この右の部分ですね。こっちの方を見ていきましょうと。X2 と X1 を1にした問題です。これになります。で、そうすると、これどうなるかっていうと、まあ、これの、今、線形計画緩和を作っているんですけども、これは、非許容な問題になります。なんでかというと、先ほどと同じような理由なんですけども、この今、左辺の方、ここに 5があります。で、右辺は、これ4なので、どういうふうに頑張ってもですね、これ X3 と X4 に0以上1以下の値を入れて、もう、どう頑張ってもこの制約は満たされない。ってことが分かります。ので、非許容な問題が得られたということが分かります。そうするとですね、これ何が分かるかというと、これによってですね、元の問題も非許容だということが分かります。なぜかというと、これも線形計画緩和の性質として紹介したものだったんですけども、線形計画緩和の許容領域というのが、元の整数計画問題の許容領域を含みます。っていう性質をやりました。ってことなので、今、これ右側が非許容ってことは何かっていうと、この許容領域。この許容領域は、これは空集合だってことですね。で、空集合の部分集合として左側があるんだけども、そういう集合っていうのはこれ空集合しかありませんから、つまり左側の問題も非許容、許容解を持ちませんということになります。よろしいですか？そうすると、今ですね、この状況の中で最適解を見つけたいっていうふうに言っていたんだけども、そもそも非許容なので最適解が存在しません。から、もうここで、この探索打ち切ってよいということになります。よろしいですか？で、ここもその暫定解更新できないので、分子を停止。そうすると、今これずっとこの場合分けしてきたんだけども、その全てのところで、この、枝刈り、限定操作が行われて、これでもう、これ以上探索しなくてもいいということが分かりました。だから、ここでもうアルゴリズム停止します。で、そうすると何が分かったかっていうと、この全ての状況の中で一番良かった解を考えるんだけども、それは今ここに見えている5という、目的関数値を持つ暫定解です。だから、これが暫定解だったんだけども、今持っている暫定解が実は最適解ですということが、ここで分かるということになります。ですね。現在の暫定解が元の問題と解きたかった問題の最適解ですということが分かって、これを出力すればよろしいというのが分子限定法の流れです。いかがでしょうか？よろしいですか？今やったことをちょっと一般的にやっていくっていうのを次にやるんですけども、まあ、これがその分子限定法の流れだと思ってください。よろしいでしょうか？はい。ではですね、今からこの一般論っていうこと、だからその今やったことを一般的な形でちょっとアルゴリズムっぽく書こうかなと思うんですけども、それはその、今やったナップサック問題の例を頭の片隅に置きながら理解するとやりやすいと思うので、そういうふうに思ってください。で、それはですね、休憩の後にやろうと思いますので、3分間、じゃあ休憩をしたいと思います。ちょっと待ってください。で、またこれを広げると、
怖いんですけども、じゃあ3分間休憩しまして、じゃあちょっと休憩の間すいません。換気の方を教室の方お願いします。じゃあ3分間休憩します。はい。それでは、再開したいと思います。教室の方すいません。窓、扉閉めていただけると、ありがたいです。よろしくお願いします。で、私はその間に、タイマーを切ると。はい。こんな感じですね。で、また、これ復活してしまって、これを消す方法が未だにわかんない。まあいいですね。それでですね、一般論をやっていきましょうということになります。で、ちょっと注意がありまして、先ほど、ナップサック問題の例でやったんですけども、ナップサック問題は最大化問題なんですね。だけども、この授業を初めに整数計画問題を導入するときに、その整数計画問題は最小化問題として導入しましたので、今からする説明は最小化問題を使って一般論を説明するという形になります。ので、そのなんか不等式の向きとか、その上階とか下階の役割がですね、入れ替わったりしているので、ややこしいかもしれませんけども、まあちょっとそれは、注意しながらやっていきます。はい。で、どういうことかと。一般論をやっていきましょうと。はい。ですね、解きたい問題は今、一般的にはこの X という変数は整数値をとって良いんですけども、ちょっと説明の都合上、01整数計画問題だけに絞って、ここでは説明していきます。ということで、まず、最小化をするんだ。最小化をするんだって。だから、不等式標準形の01整数計画問題だと思ってくださいと。つまり、等式制約があって、比不制約があると。で、なおかつ、0か1の値しか取らないという、こういう形になっていると思ってください。まあ、0か1の値しか取らないので、0以上っていう、制約、これちょっと、冗長なんですけども、まあ、ちょっと書いちゃってます。まあ、書く必要なかったかもしれませんけど、書いちゃってます。で、これ解きたいんですけども、で、先ほど言った通り、こういうものを解くときに、その線形計画緩和を使っていくということです。線形計画緩和はこんな感じになると。つまり、今、
0か1しかの値は取らないっていうのが、0以上1以下の値を取るってことなんだけども、もう0以上これ書いてあるんで、それは、改めて書きません。で、だから1以下であるっていう形の、制約がくっつくというふうになります。この、太字の1っていうのは、これ全ての成分が1であるようなベクトルだと思ってください。ですね。これ、ちょっと前回も実は出てきていたんだけども、まあ、こんな感じになります。はい。で、これらを使って解いていくと。で、その時にですね、何をするかっていうと、先ほどやったみたいに、その一つの変数の値を0か1に固定するってことをやります。で、それはですね、まあなんかこの、例えばこの xy を a とするっていうのは、まあそれはですね、まあこの制約として xy イコール a っていうのをまあ書くというふうに思ってもいいですし、先ほどの問題の時のように、そもそもこの x の中に出てきている xy というのを a に置き換えて、式変形とかをして考え直すって形に、だと思ってもいいです。はい。で、そうすると、この変数を固定した問題に対する、線形計画緩和も得られますと。同じように得られますと。で、これ先ほど言った通り、緩和をしてから固定するっていう風にしても、固定してから緩和するっていう風にしても、同じ問題が得られます。ので、まあ、それを、考えて、解いていくということをします。で、まあ、こうやったのは、記法の確認だけです。はい。で、どういう風に解くのか。まずですね、この、分子限定法では以下のものをずっと保持します。保持します。で、何かというと、まずですね、L というのが、これ、花文字 L というのがあって、これはですね、解くべき問題の集合です。だから先ほどその、倍分けをしていって、どんどんその解くべき問題っていうのが、プールされていくわけです。溜まっていくわけです。で、その溜まっているのを溜めていく奥、その集合。まあ、これ、リストって書いてますけど、別にその、データ構造としてリストである必要はないんだけども、だから、まあ、数学的には集合です。問題の集合です。で、それを L とします。だから、その解くべき問題が溜まっている集合です。で、あとですね、X バーといったら、今持っているこの問題の暫定解、特にその許容解ですね、の、それをX バーと書くことにしましょうというふうにします。で、今は、最小化問題を考えているので、これですね、この暫定解、X バーの目的関数値っていうのは、最適値の上階になります。今、こういうふうな、またその図があるとすると、今、ここに書かれている、ここですね。これが、この目、暫定解の目的関数値になっていると思ってください。で、これ上階なので、この Z の、なんだろう、上のバーで、バーが上についているもの。で、その最適値の上階を表すしましょうと。で、最適値の下階っていうのもあるんだけども、これは先ほどの例では、線形計画緩和を解くとき、解いて得られた最適値っていうのが、この下階にな、この下階に対応しますと。いうことになります。で、必ず、この暫定解の目的関数値っていうのが、この間にあるようにします。これずっと、その条件を保つように、アルゴリズムを作っていくことになります。で、それは、最終的に何かっていうと、この間にしか、最適値が存在しないってことも保証することになるということになります。よろしいでしょうか。で、まあ、それを満たすような、この、まあ、下階と上階であれば、実は何でもいいんですけども、まあ、先ほど言った通り、多くの場合は、この上階としては、暫定解の目的関数値を取りますし、下階としては、初めの問題の線形計画緩和の最適値を取るということが多いです。ちょっとこれについて後でコメントします。で、初期化をします。まずですね、解くべき問題としては、今、これですね。これ解きたいと言っているので、まずこれを入れます。これだけを入れます。で、暫定解は、まあ、頑張って見つけられるんだったら見つける。その一つ境界何でもいいから。これもちょっと後でコメントするんですけども、ただですね、頑張っても境界見つからない場合があります。で、その場合は、まあ、特にこの X バーとして何か特定のものを入れるってことはしません。はい。ということになります。で、上のバーですね。上の方の Z バーは、だから上階の方は、この境界見つかっている、この暫定界見つかっているんだったら、この暫定界の目的関数値を入れます。で、見つかってないんだったら、まあ、プラス無限大のようにしておくということになります。で、同じように、下階の方もあるんですけど、下階の方もまあ、これ頑張って見つけます。まあ、頑張ってって何なのかわかりませんけど、頑張って見つけます。で、まあ、見つからなくても別に構いません。見つからなかったらマイナス無限大にするということにします。ということで、まあ、これ初期化するということになります。で、ここまでは初期化で、で、ここから、アルゴリズムが進んできます。で、何かっていうと、これが、全体的な反復です。これをずっと繰り返します。L っていう、今その、解くべき問題のプールがあるんですけども、それが空集合になるまで次を繰り返します。で、何かというと、まずですね、この L という問題のプールから、問題を一個、何でもいいか取り出します。で、取り出した問題を P とします。
まあ今、初めの段階ではこの元の問題ですね。元の問題しか入っていないので、まあこれを取り出すことになるわけです。で、これ取り出すには、ちょっとちゃんと入ってないんですけども、これ取り出したら、取り出したものは L から削除します。はい。ですね。削除します。で、この取り出した問題 P としてるんですけども、それを線形計画緩和を解くってことを次にします。はい。先ほどは、ナップサック問題だったので、この線形計画緩和問題は簡単に解けたんですけども、まあそうであるとは限りません。でも、頑張って解きます。解きます。で、この解いた時の、この線形計画緩和の最適解とか最適値の情報を使って、限定操作を行います。で、これ、実際この限定操作をどう行うのかってことを、この後説明していきます。はい。で、最後に必要ならば分子操作を行います。必要ならばその倍分けを行っていくということをすると。で、その倍分けを行うときに、この、L の、中にいくつか問題を、解くべき問題というのを追加することがあります。で、そうすると、その L が空集合であるという条件が満たされなくなるので、この反復が続いていくということになります。いいですか？で、これ先ほどのそのナップサック問題の時に行ってきたものと同じだっていうふうに、まず、認識してください。よろしいでしょうか。はい。ではですね、じゃあこの限定操作をどう行うのかってことが、重要で、その後にその必要ならばどのように分子操作を行うのか、これを考えます。でですね、今ですね、この、線形計画緩和問題、これ解きますから、この解いた時にいろんな情報が得られます。で、こちらは、ですね。まず、重要なポイントがあって、各変数が0以上1以下なので、これ許容領域がこれ有解になってます。だから、この線形計画問題が非有解であるということは起きえません。で、線形計画問題は3体あって、あり得るパターンっていうのは、非許容であるか、非有解であるか、最適解が存在するか、どういうかでした。でも、これ許容領域が有解ですから、非有解になることはあり得ません。これがですね、この01整数計画を考えていることのちょっと利点であって、01整数計画じゃないと非有解になる場合もあるんですけども、まあそれはここの場合起きないということになります。で、まあそれはちょっと細かいことですが、まあその非許容であるか、最適解が存在するかということが、この線形計画緩和を解くとわかります。で、非許容であったら、何が言えるかというと、先ほどのナップサック問題の時と同じように、この元の P っていう問題は非許容だということがわかります。なんでかっていうと、線形計画緩和の許容領域が、元の問題の許容領域を含んでいるからですね。ということなので、線形計画緩和を解いて非許容だったら、その時には、もうこの問題、考えている問題の最適解得られませんから、ここで限定操作を行うということになります。つまり、その非許容であるということだけは分かって、この段階でもうこの問題、解かない、おしまい。で、分子も行わない。って形で限定操作が行われるということになります。では、最適解が存在する場合、どうなるか。じゃあ、この最適解を、XR のスターというふうにしましょうと。で、この時にですね、3つの倍分けがあります。何か。まずですね、この XR スターっていう、この、線形計画緩和の最適解の各成分が0か1である場合。つまり、すべての成分が整数である場合です。で、この時は、先ほど言っていたですね、この線形計画緩和の性質3というのがあって、その番号はどうでもいいんですけども、性質があって、この線形計画緩和の最適解が、その成分がどれも整数であったら、これは実は元の問題の最適解です、ということだったわけです。つまり、今この状況ですね、XR スターという線形計画緩和の最適解があったときに、その、成分が全部、0か1であったら、これはもう元の今解きたかった問題、P の最適解が得られたということになります。いいですか？ということになったので、解きたかった問題は解けました。だからここで分子は打ち切ります。いいですか？で、もう一つやるのは、この P の最適解が見つかったんだけど、それは、元の問題、もともと解きたかった PX1…XN という問題の許容解が得られたことにもなります。これですね。ということなので、この今のこれ XR スターと今現在持っている暫定解 X バーというのがありましたが、それの2つの目的関数値を比べます。まあ、目的関数値というか、この場合この Z バーですね。Z バーを比べます。で、Z バーよりも今、得られた、許容解の目的関数値が小さい場合は、これは今最小化問題を考えているので小さい方が良い解です。いいですか？だから、これは、XR スターという良い解が見つかったという場合です。良い解が見つかったら、暫定解を更新します。暫定解を更新するのはこっちで、上解を更新するのはこっちですね。だから、上解を今の暫定解、新しい暫定解の目的関数値とし、
暫定会を新しい許容会に使った許容会とするというような更新を行います。で、それによって、この図があるんですけども、もともとあった状態よりもいい状態が見つかったことになって、この幅が狭まるということになります。いいですか？で、この更新によって、初めに書いてあった普遍条件というのは満たされ続けます。普遍条件というのは何だったかっていうと、この、暫定会の目的関数値が、今考えている上階と下階の値、これは今、この上階の値と、この、なんだっけ、暫定階の目的関数値を同じにしているので、まあ、成り立っているということになります。で、これを行うのがこの一番の場合です。いいですか？一番、つまり、線形計画緩和の最適解の成分がどれも整数である場合です。で、二番目の場合、何かっていうと、ですね、今この目的関数、じゃなくて、ですね、最適値の上階、Z 上の方についているバーがあるんですけども、それよりも、この XR スターの目的関数値が大きい場合、まあ、イコール入っててもいいんですけども、大きい場合。大きい場合ね。とすると何かっていうと、今、これ最小化問題の場合の線形計画緩和の性質がここに書いてあります。で、何かっていうと、R の最適値は P の最適値以下になりますということです。つまりこの場合は、このあたりに、通常者のこのあたりに、この XR スターの目的関数値があったら、今解きたかった P という問題の最適値っていうのは、ここよりも右にあるってことがわかるわけです。で、それは今考えている、この最適値が入っていなくちゃいけない区間よりも外側にありますから、今この部分の探索を続けていっても、持っている暫定解を良いような解が得られることがないということがわかります。ということで、この場合には即打ち切り。即打ち切りって日本語よくないですね。限定操作をそこで行って、これ以下の探索は行わないということになります。よろしいですか？で、これが2番目の場合です。で、3番目は、そのどちらでもない場合です。で、どちらでもない場合は、この XR スターというのは、非整数成分を持っていることになります。1番の場合じゃないから。だから、ある、素位置 i に対して、XR スターの i 番目の成分は0でも1でもないということになります。で、そうなったら、ここで初めて分子を行います。で、これがその分子を行う条件です。ですか？非許容でもなくって最適解は存在するんだけども、先ほどの1でもない、2でもない場合。その時のみ分子を行います。で、どういうふうに行うかっていうと、この i という成分を見て、xi を0、xi を1というふうな形で、変数の値を固定したような形で倍分けすると。倍分け、こうですね。倍分けする。で、その倍分けしてできた2つの問題っていうのを L に追加します。よろしいですか。で、L っていうのは先ほど言った通り、その解きたい問題をずっとプールしている、集合だったわけです。で、そこにこの2つの問題を新たに解かなくちゃいけない問題として追加して、これをまた、まあ、同じような手順で解いていくということを繰り返すということを行うわけです。これが全貌です。よろしいですか。で、全貌をフローチャートに書いてみた。ちょっと私、フローチャートの書き方よくわかんなくって、これ正しいかどうかわかんないんですけども、まあ気分で書いてます。気分で書いた割に間違ってたらいけないんですけども、まあこんな感じです。で、これまあどう読むかっていうと、まあ初期化はこれ書いてません。初期化書いてなくって、この部分ですね、ここがその分子操作です。そのなんかその3つぐらいの条件があって、どれも満たしてなかったら、この2つ問題を追加して元に戻るということをすると。これ分子操作です。で、ここら辺にたくさんある、ここら辺が、この分子操作に、に行かずに戻っているので、ここはその限定操作になるわけです。このあたり、これはこのあたり、これ限定操作です。ちょっとこれ細かくて見えないかもしれませんけども、これ先ほど言葉で説明していたものを全部フローチャートで書いているつもりです。つもりです。はい。で、ここら辺限定操作で、で、ここら辺にちょっとある、ここら辺にあるのが、これが、暫定解の更新です。はい。ある条件が満たされた時だけ暫定解更新するということを行います。で、最終的に、この L が空集合になったら、右側に行って終了という形になると。はい。いう形で、分子限定法が行われるということになります。よろしいですか？はい。で、これが、大体その、整数計画問題を解くときによく使われる手法であって、一番基本的なものになります。では最後にですね、良い上階と良い下階って話をしたいと思います。先ほどのナップサック問題の例において、なんかこういう図がありました。
で、何だったかっていうと、もう一度、ナップサック問題は、最大化問題なので、目的関数が大きければ大きいほど良いという問題でした。で、それをなんか上から押さえているもの、こっち側がその最適値の上階になっているんですけども、これはですね、ナップサック問題の時には、線形計画緩和の最適値として得られたという形で、そういう形でした。で、係の方ですね。係の方。これ、必ず最適値は4以上ですよ、ですよっていうふうに言ってる方は、暫定解の目的関数として得られたっていうのは、先ほどのナップサック問題に対する分子限定法の適用において、考えていた状況だったということです。で、先ほど言った通り、このですね、幅、この区間の幅っていうのが、まあ、狭ければ狭いほど、その最適値の範囲というのが、絞られているので、いい状況なわけです。でそうすると何かっていうと、この最適値の上階としては、小さければ小さいものが得られる方が嬉しいですし、最適値の加解としては、大きければ大きいものが得られるですね。だから、良い加解といったらそれは、まあ、大きな加解であって、良い上階といったらこれ小さな上階ですということになります。で、まあ、大きければ、加解が大きければそれでまあいいのか、上階が小さければ、いいのかっていうと、実はそうではなくって、そういうその加解とか上階がですね、いい上階がですね、簡単に得られるともっと嬉しいです。そもそも最適値自身が分かってしまうんだったら、その最適値自身、何を言うんでしょうね。そもそも、このなんか上階を計算する、その手間が最適値を得る手間と同じぐらいだったら、それだったらもう最適値を始めたら計算してしまえばいいわけなので、この上階とか加解っていうのは、この今その分子限定法の中で使いたい情報なので、それら自身の計算っていうのはすごく簡単に行いたいです。で、簡単にそのいい解とかいい上解が得られると嬉しいので、そういうことをまあ考えてみたいと。で、先ほど言ったみたいに、今この最適の上解っていうのは、線形計画緩和の最適値として得られてるんですけども、別に線形計画緩和の最適値だけが最適値の上階として、まあ、得られるべきものであるというわけでもないわけですね。だからそのなんか別の上階考えてもいいかもしれないわけです。で、実際そういうものもあり得ます。で、最適値の加解というのは、先ほど、暫定解の目的関数値として与えられていたわけですけども、暫定解としてそもそも初めからなんかいいものが分かっている、その最適解に近いような暫定解っていうのが得られているんだとすると、それはですね、やっぱりこの、嬉しいわけです。で、そういうものが、まあ、作れる、簡単に作れるといいなっていうふうに思うので、そのことを考えたいんですけども、そういう時には、今ですね、やった一般論のように、一般的な枠組みで、いい加解とかいい上解っていうのを得ようというのは、なかなか難しいので、どちらかというと、ここに書いてあるように、問題固有の性質を用いて、その問題独自の上解とか加解っていうのを考えましょうっていうような研究の方向性がよくあります。で、それをちょっと紹介します。で、まず上階の方ですね。先ほどやっていたのは、線形計画緩和の最適値を上階にしましょう。最適値の上階にしましょうという話でした。で、先ほどはどういうふうにやっていたかというと、この、まあ、アイテムがあったら、その高さ順に並べる。これ高さっていうのは何かっていうと、ちゃんと書くと、これ高さとは何だったかっていうと、これ面積が、収入だったので、収入を重さで割ったものが、この高さです。この高さです。ですね。重さ分の収入がこれ高さであって、この高さを大きいものから順に詰めていくというのが、先ほどやったその線形計画緩和の最適値の求め方でした。で、最終的にこのはみ出るアイテムがあるかもしれないんだけども、それはその部分的に詰めるってことをするっていうふうにすればよいというふうに言ってました。で、ちょっとアルゴリズム好きな人に、対するととってはちょっとしたパズルかもしれませんけども、だからですね、この線形計画緩和の最適値を求めようと思ったら、この高さの順にですね、こういうふうになんか相当してあげて、相当してこの高さが大きいものから順にですね、こう詰めてあげるってことをすれば、求まります。で、そうするとですね、このアイテム数が N、商品数が N のときに、そのような方法の計算量っていうのは大体 N ログ N になります。相当するから。だけども、実際はですね、これはもっと効率よく計算できて、このバラスとゼメルの論文があって、実はこの線形時間で計算ができる、最適値が求まるということは分かってます。まあ最適値だけじゃなくて最適解も分かります。最適解が分かるということが知られていて、まあこれはかなり高速ですね。まあ多分です、目視の上では N ログ N とですね、N って見た目上あんま変わんないんですけども、まあだから N ログ N かければ、まあ、だからまあ皆さんが多分実装するときは相当して、
やってあげれば十分だと思いますけども、理論的には線形時間で計算できます。まあ、早いというわけですね。で、特にですね、この最後のこの、余ってしまって、切り捨てなくてはいけないような、商品のことを、まあ、この分野では臨界アイテムとかですね、クリティカルアイテムとかっていうふうに、呼ぶことがあって、いろんなところで重要な役割を果たします。でですね、これはその先ほど紹介した初めの、上階なんですけども、別の上階として、このマルテローとトストが、発表したものがあって、それ何かっていうと、この臨界アイテムに着目しましょうと。で、臨界アイテムを使う場合と使わない場合で場合分けして、その使う場合の、まあ、ある意味での線形計画可能の最適値と、使わない場合の線形計画可能の最適値っていうのを取ってきて、その大きい方を考えましょう。っていう状態があります。何を言ってるか分かんないですね。今ですね、この状況、もともとの状況では、線形計画緩和を解くと、この2番目のアイテム、これが、臨界アイテムになります。で、彼らが考えたのは何かっていうと、この臨界アイテムを使わないような場合と、必ず使う場合っていうのを考えましょうと。で、先ほどのその分子限定法の時と同じように、これは何かっていうと、もともとの問題を解こうとするときに、この2番目のアイテム、を使うか使わないかで場合分けしましょうというふうに言ってるのと同じです。で、最適値としては、この使う場合の最適値と使わない場合の最適値の大きい方っていうのが全体の最適値になります。ナップサック問題としては。だから、その線形計画緩和を考えると、この二つの線形計画緩和、二つの問題の線形計画緩和の最適値の大きい方が全体の上階になります。わかりますかね？いいですかね？ということなので、それをやってるのがここです。で、実際は違うんですね。ちょっと言ってることとやってることは違うのでいけないんですけども、気分は、この2番目のこの臨界アイテムを使う場合の線形計画緩和の最適値と使わない場合の線形計画緩和の最適値を比べて大きい方を取ってくるっていう気分なんですけども、実際は違って、これは何してるかっていうと、今だから、この順番に、詰め込んでいくんですけども、実はですね、この2番目のアイテムを使わないと思ったら、本来はこの3番目、4番目との順番に積んでくるんだけども、そうしないで、3番目だけを積んで、残りのところはまだあるんだけども、そこは3番目のアイテムと同じ高さで埋めてしまいましょうっていうことをしてしまうことを彼らは提案しています。あんまりそうする意味はないと思うんですけども、まあ、彼らはそう提案しているんで、まあ、そういうふうなものだと思ってください。はい。で、彼ら、で、こっちの、使う方も同じで、これ使うと決めています。で、使うと決めたら、このまた左の方から順番に詰めていくんですけども、線形計画緩和を解こうと思ったら。で、まあ、これ、一つ目のところでもう、詰まってしまって、この半分だけ使うことにして、おしまいという形になるんですけども、もしですね、これはちょっと、言うのが大変なので、やめることにして、まあ、この時もですね、実際はこの線形計画緩和を解くんじゃなくて、もう少しなんか違うもので、その上階をあんまりここでは追求しなくします。まあ、いずれにせよですね、このような形で臨界アイテムに着目して、それを使う場合、使わない場合の線形計画緩和の最適値のようなものを持ってきて、その大きな方を上階として採用するっていう方法を彼らは提案しました。で、何がいいかっていうと、実は、2で得られる、この下の方ですね。上階っていうのが必ず1で得られる上階以下になるということが証明できます。で、先ほど言ってみたいに上階は小さければ小さいほどいいので、この2番目の方の上階の方がそういう意味で優れているわけです。で、先ほど言ったみたいに、線形計画緩和自体は線形時間で解けるので、まあ、この2番目の方法であっても、まあ、この1つのアルゴリズムを3回ぐらい適用すれば計算ができる。ことになるわけです。で、まあ、で、実際は彼らの方法っていうのは、この臨界アイテムだけを計算して、この彼らのこのバラス・ゼメルのアルゴリズムを1回適用するだけで得られるような、まあ、上階というか、上階ですね。上階っていうのを計算法を与えてるんですけども、ちょっとそこは細かいことなので、あんまり追求しないことにします。いずれにせよ、2番と1番っていうのは同じぐらいの計算時間、計算量で、計算ができるような上階なんだけども、2の方が、得られる上階としては、1より悪くない。
ことになってしまうの、なるので、まあ、こちらを使うことによって、いろんなことが改善できる可能性があるということになります。はい。で、こんな感じで、その線形計画緩和をただ解いて最適値を使うっていうだけではないような上階の、構成法っていうのもあるんだってことをちょっとここではご紹介しました。で、これは上階の方でした。で、下階の方も同じようなことがありまして、で、下階の方は先ほど言ったみたいに、暫定階を作るわけです。で、だからそのできるだけいい暫定階を作りたい。目的関数値が大きい暫定階を作りたいっていうわけですね。で、よくあるのは、線形計画緩和の最適化の丸めと言ってるものです。これ何かというと、先ほどみたいに、線形計画緩和問題を解く、これ順番に詰め込んでいくんですけども、この4番の、アイテムは、このはみ出てしまいましたと。で、そうしたら、この4番じゃなくて2番ですね。2番目のアイテム、これはみ出てしまいました。で、そうしたら、もうこのアイテム自体をもう、忘れて、残りも全部忘れて、おしまい。この3、1番目の、アイテムだけを詰めて、境界にしましょう。っていうような考え方です。これなんでこれ丸めって言ってるかっていうと、もともとですね、この線形計画緩和の最適解として、X3 が1、X2 が、3分の2、X3 が0、X4 が0っていうような解が得られてたんですけども、この丸めっていうのは何言ってるかっていうと、これ、このすべての成分を、小数的には切り捨てする。だからそういうのを丸めっていうわけですけども、下に丸めるっていうふうに言うわけですけども、でそうすると、まあだから下に丸めるって書きます、ね。下に丸めると。でそうすると、まあ、1、0、0、0になるわけです。で、まあ、この一つだけ詰まっているような状況が得られるということになります。で、このようにすることによって必ず、許容解が得られます。それはそのはみ出ているアイテムだけを0にしているので、そうなるということになります。で、これは、先ほどの、ナップサック問題を例のときには、初めに与える暫定解として全部0っていうのを考えましたけども、まあ、それよりはいいわけです。この目的関数値としてこれ3が出てますから、先ほどは目的関数値0から始まってましたから、まあ、こっちの方がいいかなというふうに思うわけです。で、これは、先ほどのそのバラスとゼメルのアルゴリズムを使うと、まあ、線形時間で計算可能ということになります。計算可能。で、よくある方法として他にですね、この貪欲法と呼ばれているものがあります。貪欲法と呼ばれる。で、まず先に漢字の注意から言いますけど、これドンですね。ドンなので、この、解の上は、今っていう、今っていう感じです。で、これよく間違えるのは、これ貧しいと書くことが書いて間違える人よくいますけども、これ違うので、注意してください。で、これはドンと言います。貪欲法です。グリーディーメソッド。グリーディーメソッドっていうのは、そのなんか欲張り。欲張り法ともよく言うことありますけども、まあそういう手法で何かというと、今ですね、この先ほどと同じように、この高さ順にこの商品が並んでるんですけども、これをですね、この左から順番にやっぱり詰めていこうとします。で、そうすると、まあ初めのアイテム、商品は詰められます。で、次の商品は上にあるようにこう、詰めようとすると、これはみ出てしまうわけです。で、はみ出てしまったらその商品は忘れます。で、ここで全部終えるんじゃなくて、次の商品も見ましょうと。で、次の商品も詰められるんだったら詰めるってことをします。で、これ、まあ、これ、まだこの、間が2空いてますから、これ詰められると。で、詰めますと。こんな感じですね。で、まだ、残り空いてますけども、じゃあ最後のアイテム、これ詰められますかっていうと、そこまでは、間空いてないということになって、で、これで、詰められるもの全部、順番に見ていって詰めていくということができたので、これで、今得られた詰め込み方を出力するっていうのが、この貪欲法になります。いいでしょうかね。だから順番にその高さ順に見ていって、詰められるものを順に積んでいくんだけども、詰められないものがあってもそこで終わらないで、またずっと見ていくということをするというのが貪欲法です。で、そうすると、まあ、この例においては、先ほどのその上のですね、この丸目で得られた3という目的関数値よりも良い目的関数値ですね、4だけの8収入を持つような詰め込みが得られているので、まあ、この場合はですね、この場合はですけども、この、ラウンディングよりも良い、解が、暫定解が得られていると。という形になります。ただですね、ちょっと、一つ、残念な点があって何かっていうと、これはですね、初めに相当してるんですけども、この相当はですね、まあ必要です。必要っていうときはないですけども、相当せずにですね、このような、貪欲法で得られる解を見つける方法、ちょっとよくわかりません。だからまあこれ、計算量的には N ログ N 時間で、まあ計算可能ということになるんですけども、多分これは、線形時間では計算できないと思います。
多分っていうのはちょっとちゃんと私自身確認してないので、嘘を言ったらいけないので、多分と言ってますけども、まあ多分線形時間では計算できないと思いますけども、まあ、N ログ N 時間では計算できます。っていう感じになって、まあN ログ N 時間使ってもいいんだったら、このまあ、貪欲法でいい解が得られるかなっていうふうにも思います。まあ他にもですね、このピシンガーの論文に、全身貪欲法とかですね、抗体貪欲法っていうのが出ていて、まあこれ実はこのまた、この、最適化の丸めをうまく使って、なんか別のことを行うというようなアルゴリズムなんですけども、まあ、いろんな方法があって、まあ、いろんな方法で良い、良い暫定解を効率よく得る方法っていうのが、いろいろと計算、研究されているという形になっています。まあ、これはそのご紹介だけという感じですね。はい。ではですね、これで今日の授業の内容は終わりになりまして、一応ですね、だから今日やったのは、あれですね、分子限定法って一番、基本的な線形計画、整数計画問題を解くためのアルゴリズムっていうのを、ご紹介しました。で、次回はですね、もう一つ、別のアイデアがあって、それはですね、切除平面法と呼ばれているものになります。カッティングプレインメソッドっていうふうに英語では言ったりします。書こうかな。なった。もしかして私は分子限定法の英語を、紹介していなかったかもしれないということを今思い出したんですけども、分子限定法はブランチ&バウンドって言います。そのブランチングとバウンディングを繰り返すので、ブランチ&バウンドって言います。で、なんかよく、そのなんか論文にはなんか B&B とかってなんか書かれたりすることありますけども、まああんまりその略称を紹介するとですね、なんかみんなこれ使いたがるんで、あんまり紹介した方がよかったかもしれませんけども、まあそれはともかく、まあブランチ&バウンドっていうのは分子限定法です。で、まあ次回はその切除平面法っていう、まあ別のアイデアに基づくアルゴリズムを紹介するんですけども、まあこれもですね、非常に重要なアイデアであって、また全然違った形の、アイデアなんですけども、重要なのはですね、ここでも線形計画感を使うということです。で、それは重要なポイントなので、またその線形計画感を使うんだという気持ちで、また次回の授業、理解するようにしてくださいという形になります。はい。では今日の授業はこれで終わりにします。ありがとうございます。